どうもこんばんは、森ちんです。さあ、今回もアンリミテッドモードやっていこうと思いますけれども、今回は4体一気にやっていこうと思います。ファルノック、イアンクック、アシュ、ゲリオス、ドスガリオス、こちらの4体ですね。こうやってね、1回の動画で何体も倒さなきゃいけないっていうのは、もう僕がこうずるずる引き伸ばしてきてしまったツケなのでね、もうこれはもう自業自得と思って今回も頑張ってやっていこうと思います。で、まあ装備に関しては前回のアンリミテッドモードの時と同じやつ、もうこれでいいんじゃないかなって献身もしっかり3にできてるしね、物理寄りな感じでスキルも漏れてるんで、うん、なんかこれでいいんじゃないかなっていう風に思います。で、今回はね、そのファルノックだったりとか、あとドスガレオスだったり、ヤンクックだったり、この辺がちょっとこの極真剣ガラティンとは属性的に相性が悪いので、まあ、ポエトリエペとかその辺でね、こういけたらなっていう風には思っております。まあ実際にどの武器担ぐかってのはまだ決めてないですけれども、ぶっちゃけね、もうマジで片手剣ね、僕この2本ぐらいしか使ってないっすよあとはラビーナエペとかぐらいでね、本当に極真剣ガラティンで、まあ、麻痺だったりとか、あと火と雷ね、これ賄えて、でポエトリエペでこう水氷が賄えるんで、まあ、あと竜はまあいっかみたいなそもそも竜効く敵がね、竜が一番効くっていう敵がねちょっと少ないので、このゲームなので、うん、なんかこの2本あれば、まああとラビーナエペとかあれば全然普通にいけるっていう感じですね。それじゃあ早速ファルノックからまず行こうと思います。レッツゴー。さあやってまいりました、ファルノック。武器はガラティンですあのね、ファルノックは首ね、首の水の属性肉質が75あってね、めちゃめちゃ効くんだけど、ガラティンできました。うん、まあガラティンがいいなと思って、やっぱ麻痺がね強くてね、あのファルノック麻痺10秒ぐらい効いてくれるみたいなんで、うん、なんかこれでいいんじゃないかなって。翼のね肉質、火がね30通るんですよ。まあ翼氷45通るんだけど、うん、なんかガラティンでいいんじゃねえかなみたいなそんな感じで思ったんで、ガラティンできました。ご利用していこうと思います。で、ガラティンじゃなかった、ファルノックはここで待ってると、あの上から来るんで、あ、来ました。はい、そんね、こんな感じで来てくれるんで、こっちじゃないと、こっちの方が早いんでね、これで頑張っていこうと思います。ちょっと待って、こいつでけえな。翼がっつり狙おうと思ってたんだけどな、これ届きにくいぞ。で、今回結構ね心配してます。ただでさえ前回3体やってて、こうアンリミテッドモードの動画だいぶ長引いたというか、あ、まあ、収録時間なんだ、動画を撮る時間が長引いたって話なんだけど、って感じでね、長引いてしまったので危ない。だからね、今回4体やるわけじゃないですか。だからね、ちょっとどれぐらいこう録画時間伸びてしまうのか不安ではあるんですけども、まあなんとかこうパパパパッと進めていきたいです。来たー、これを待っていたのよ、ファルノック。ファルノックはね、僕ね、何でやってたっけかな、いた、いえ、うっそ、マギ中にそれ何、あ、そんな攻撃あんの、マジか。こいつ麻痺らせるとちょっとあかんかったかな、地雷かな私これ地雷プレイだな、エアプですね完全に。まあ麻痺吹きでやったことなんてなかったからな、そういうことか。で、これはあの後ろ行くときに食らうんだよね、これね。やべやべやべ、行って、もうこいつ強えんだよ。もう僕ね、ファルノックこう昔やってたんですよ。その時マジで強えなこいつと思ってね、結構回るのしんどいなと思ってたんだけど、なんで回ってたかっていうと、秘伝でこいつの素材 1% の素材使うんで回ってたんですけど、こいつ強いよね、割と強い。あ、で、今回一応2乙したらもう源使っていこうと思います。そうですね。動画をスムーズに撮るっていうことをちょっと念頭に置いていきたいなと思うんで、2乙源はちょっと許してください。もう源20回飲めるようになってるんで、もういくらでも使っていかないと、むしろもうね、倉庫の肥やしになってるんですよ。だからもうね、ガンガン使っていかないとあかん。マジで。てか、こいつマジ、火力高い。この攻撃とかマジクソ強いよ、これ。もう全然覚えてない。いや、でも。もうね、ファルノックね、火力高いんですよ。火力高いし、連続攻撃してくるし、結構危ない敵ですよ、こいつ。マジで。割と真面目に、ちゃんと避けないと。これ全然2乙、僕、この後するよ。全然あるよ、全然あるよ。で、この後連続攻撃きます。はい、これきます。で、これやって、バシャってやってからの最後に、ドン！これね、これがもう本当に覚えらんなくて、こいつ自身の攻撃はそんなに。辛くねえな。こいつ自身の攻撃はそこまで攻撃力高くなくて、こいつのその電撃が強いだよな。いや、でも強いわ、うん、普通に強いわ。やめて、やめてくれ、頼むから、もう普通に落ち着いてくれ、もうそろそろ落ち着こう
いやもうこのさ、なんかやばいんだってこの何あのスマブラのヨッシーのさ、下でガガ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 って蹴るみたいな、あれあんな感じの技も持ってたりとかしてね、あれもえぐいぐらい避けにくいし、でこれビリってくるよ、どっかのタイミングでビリってくる、え来ない、いつ来る、あなんかすごい、え外で雷かな、なんだ なんか変な音が、雨戸閉めてんのかななんかすごいガラガラガラって音したんだけど、怖、避けながらやれるかな、よいしょよいしょ、いける、よいしょ、よーし、いいね、今の避けられたのクソでけえ、マジやべえ、あー楽しい、こいつさ、あの連続攻撃とかガンガンやるんだけど、これ避けられるとおもれえのよないいね、楽しい、いててててててて、あこれヒギ来たからちょっと使います、普通にガンガン使っていきますよ、ヒギとか、あ来た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 、そういうめんどくさいやつ、これもう追っかけんのだるいのよね、このあとこれがあるから追っかける気にもならない、お、これは多分逃げるんじゃないかな、どっち行くんだっけこいつ、もう忘れちったな、え、あれこっちだっけ、あ、上だ今見えたな、私は見逃さないよ、上行ったね、あーね、これはね、あー、あ大丈夫大丈夫、よかったよかったよかった、めんどくせえ動きするかと思ったよ、その辺で降りるよね確かね、そうだ、覚えてない覚えてないです、忘れました、もう、うわー怖え、このなんか噴射するやつ、これも怖えのよ、さてこれヒリッカガンガン当てていきたいな、あでね僕はあのヒリッカいつも押してるんですけどね、雷リッカの強さをね昨日シュレンドで知ったというか、うん、雷リッカ強えなっていうのに見た、いて、いて、いや痛くねえけどいて、よし、あこれヒリッカ当てに行った方がいいな、あ痛い痛い、う当てられっかな、当てられ、当てるしかない、もう当てるしかない、よっしゃラッキー、これ大丈夫でしょ、もうこれ、いや回復すっか、うわ怖怖怖、これでガンガン翼当てていって、翼ね、あの火効くんで、めっちゃ効くんで、ここでボフン、よし、キューク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 、殴って殴って、血気活性強化来てないけど、ここでブンブン殴って、いいぞいいぞヒリッカ、よよき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 、そのまま痛い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 、うわもう、いやそんな攻撃してたっけ、全然覚えてねえ、いやそういう攻撃だったっけか、怖っ、よいしょ、避けらんねえ、マジこれ避けられんこのさ、このがこのヒプノックもやってくるけど、この体回転させる攻撃マジ超避けにくいんだが、でバリってきて、スッバリってきて、スッドンからのパン、オッケー、よし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 、これも交流の回収どころよ、おお避けられた、おおやった、避けられた、避けらんねえとか言いながら避けられました、はい、嘘つき、嘘だったんだと思います、はい、避けられました、あ普通に終わったマジか、ここで終わるんだ、さすがに星2だからな、体力少ない、あでもなんか星はあんま関係ないっていう風なコメントもあったけど、どうなんだろう、実際のところどうかわかんないけど、はい、ファルノックこんな感じでございました、さあやってまいりました、ヤンクッカーシューでね、正直ねあれなんですけど、さっきのガラティーンの段階で、あ、でもじゃオートバック使おうか、ガラティーンの段階で結構空毛の維持がきつかったから、これちょっと心配なんだよね、ポエトリエペ大丈夫かな、あ翼なるべく狙いたいな、これあでも当たんねえよな、これな、リーチ局長にしてるんだけどね、やっぱリーチ局長片手はね使いやすい、マジでめちゃくちゃ当たる、別に弱点 V しっかり狙うっていうのも大事だと思うんで、痛えな、大事だと思うんだけどね、やめて、オッケー、大事だと思うんだけど、なかなかちょっとねこうリーチがね足りなかったりとかってあるんで、オッケーオッケーオッケー、でねヤンクックアッシュもこいつもすげえ強いの、ほやんパワーパワーエグ、ちょっと待って、トシやめろやめろ、バーボール、いや待って、これやエグ、6割とかやめろ、よし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 、これ避けられたのはでかい、あでもいいね、これよかったよかった、昨今のさこのワールドみたいな、その突進後に隙がなくなるみたいなではないね、さすがにね、よかったよかったよかった、あいいね、そういう、やべえ、なんかめっちゃなんか雷ゴロゴロ、やば怖っ、ちょ録画切れたらどうしよう、いやまあ大丈夫だな、なんとかなるなんとかなる、あ歌サンキューありがとう、よしとりあえずもうガンガン殴っていって、キーッ、ワンパンだ、やべえ、あそうですか、うわーどうしよう、あまあちょっとあの2発したらあの源使うんでよろしくお願いします、あれどこ行った、逃げたわ、クソあの野郎、多分こっちでしょ、ここだ、
あ、ここ懐かしいな、ここ懐かしいなっていうか、あのイアンクックね、アンリミテッド動画の一番最初イアンクック倒しに行ったけど、そこでここでガッツリやりまくったね、イアンクックとね。あん時でも相当時間かけたな。あ、これワンパンワンパンワンパン、危ねえ危ねえ危ねえ、なんでさっきワンパンだったんだ、そんな食らってた。今だってプーギーの回復薬のおかげで、で回復したとはいえ半分くらいじゃないの今の。マジなんでさっきあんな食らった。あ、連続攻撃みたいになってたんかな、実は僕の預かり知らぬところでそういう感じになってた。これはね大丈夫よ、来るよ、降りてくるよ、大丈夫大丈夫大丈夫、真空ぶっ破しとけ。いやマジかよ、そこでそうなる。出た、このヤンクック足のこの超クソめんどくさい落とし穴設置、これダリーの、やぶねセーフ。あ、でね、ヤンクック足といえば玉ですよ、玉。ほんと強かった。さっきのファルノックはさ、玉とかも防具とか僕は全然作ったことないんだけど、あのこいつの弾はね非常に強くて、いまだにだってイダテンとかでね使ったりする人いるんじゃないですか多分なんだっけ、攻撃延長なんだっけな、ちょっともうあんま覚えてないけど、確かでもねそこら辺がねちゃんと固まって入ってたと。あ、氷塊創生とかだ、なんかそこら辺が入ってた気がする。うん、それで重宝した覚えがありますよ僕は。てかそれで作ったもん、必要だと思って。嘘だ、尻尾を振り回しただけで、あなたは私に6割のダメージ与えるね、6割7割近くのダメージ与えるんか。ガードでいいんじゃない、うわダメだ、嘘、わけわかんねえ、すごっ。これ何で死んでる僕、なんかワンパン2フラム実はそういうこと、2フラムなのでね。しかもね皆さん、秘宝なんですけど、もうさっきのアイテムセットのまんま来ちゃったから補充すんの忘れたから、もう飛躍がに、まあ源でなんとかなるでしょ、頑張ります。さあヒギも来たし大丈夫でしょう、もうこれヒギ使っちゃうか。で多分氷、あ水かな、どっちが先行してくるかな、ちょっと分かんないけど、水だとすげえ嬉しいんだけど、どっちか分かんねえやこれ、もう分からん、まあ、とりあえずガッツリ殴っておいてギリギリのところでちょっとやろうか。多分ね体力はそんなねえと思うんだよな。あ、ちょっと今見れねえや、小部屋さん見ながらねやってるんだけど、え、あぶあぶ、痛くない、いや歌サンキューマジ助かる。ちょっと体力とかどうなってるか分かんないですね。じゃあもうリッカ当てちゃおう、ここで当てて、水リッカか、いいね、よし、手数武器に水リッカはすごく相性がいいですよ。死ぬ、あ死なない、すげえ、そう避けるんだ、へえなるほど、うわーマジ怖かった。さすがに源でも死ぬってことはねえだろうとは思ったけど、アップアップ、あー当たるよね、これ研ぎてー、めっちゃ研ぎてー。あでもいいよいいよいい、いい感じいい感じいい感じ、これ多分手数稼ぎに行った方がいいね、ちゃんとね水立花生かすためにね、これで、大丈夫、うわーでも強そう、めっちゃ火力高そう、やば、絶対強い絶対強い、ほらもうだってもう地面からなんか衝撃波出てるもん、お前それ音速超えてるってことでしょ、弾く瞬間ソニックウェーブ出てるじゃん、えぐいわ。どうだ、弱ってないね、そうだ耳畳んでねえから弱ってねえな、いって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 、やべえ巻き込み事故、それはあかん、ドアの間に指挟む的な感じで絶対痛いわ今の。さて弱ったよ、とりあえず弱ったんだけど、決められるだろこれ、ああそれ癒し、マジ癒し、これワンチャン、あ待った、これ怒ってなかったらワンチャンあれだな、オートバックいけんな、あ怒ってたわはい盲信もったいなす、いやこれ待って、これ来たね、これ来た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 、あれ来てない、いや大丈夫、待って、なんでお前聞かないの、なんでなんでなんで、え聞くような、聞くんじゃないの、マジこいつゴリ強え、クソ強えこいつマジで、ちょっと舐めてた。で確かにね強かった印象はあったんだけど、でも確かに武器もそうだよね、武器も強かったしな、このねクック足のね炎属性の武器めっちゃ強かったんですよ、 G 級武器、俺これ超強えやんみたいな俺こんなの簡単に作れていいのみたいなね、 G 級技巧武器でもねえのに、パローネ技巧とかでもねえのにこんな強くていいんかみたいなね、そんな感じの性能だったんで、これジタバタの後に音爆投げよっか、はい、あちゃちゃ、僕なんかバットダッシュしてる、やめて、ちょちょちょ投げさせて、これ多分大丈夫大丈夫、あれか、耳壊れてっからダメなのか、多分そういうことだな、ごめん、エアプでした多分そういうことだね、耳壊れたらこれ効かないんだ、
初めて知った。てか普段こんなにアイテムをね積極的に使おうってしてなかったから知らなかったわはい、ということでお疲れ様でした。ヤングカーシュでございました。強い、こいつは強い。ドスファンゴとタメ張るぐらい火力高えな。まあ、でもドスファンゴはね、あの前回やったドスファンゴはあのあいつがこう蹴った石で僕死んだんで、うわこっからかよ。今回のクエストは密林のファンタジスタ。あ、待って、ゲロス足に来ちゃった、間違えました。さあやってまいりました。いやなんか色変だなと思ったんだよねはい、じゃあエロスじゃないゲロスですね。このねクエスト、ゲロスのこのクエスト、まあ、さっきのゲロス足のクエストもそうなんだけどね、神集めでめっちゃ回った。ゲリオス本当に神集めやりやすくて、スタンもしやすいし、でザンに関してはね尻尾も頭もめちゃめちゃよく効くしでね、本当お世話になった。片手剣なんかもうあれですよ、抜刀ダッシュとかが出てきてからはもう これこんなこんなでもうガシ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 尻尾にね火通しまくり、ザン肉質通しまくりみたいな、そんな感じで僕はねよくね回ってました。あとはまあ足こかししたりとかね、そんな感じでやったりとかもしてたけど、今回はなんとか源使わないでやりたいな。さっきほんとちょっとね悔しかったんですけども、ちょっと今の僕の実力痛いな、今の僕の実力ではちょっと厳しいかなって思ったんでね、まあもしかしたらいつかリベンジするかもしれない。いやしねえな、多分しないと思いますでゲレオスは僕ね特に何もないか、言ってマジかよ、特に何もないかな。武器とか防具とかは特に使ったこと、あ、いやあれだ、ゲレオスといえばあれよ、コンだよ、コン、ちくわ、ちくわよ、ちくわ、毒コン、めちゃめちゃ一世を風靡したというか時代築いてたじゃないですか、毒コンで。ゲリオスのね毒コン強かったんですよ。ちくわって言われてたけどね、その見た目ででもあれですよ、視点ディスとかもねあれで倒してる人いたし、まあ、僕も実際やったことあるけど、俺でいけるんですよ。バイステンペルの時代にちくわ担いでゲリオス倒すみたいな、やっぱねあのディスフィロはもうめちゃめちゃね硬いですから、だからまあ固定ダメージ、毒の固定ダメージでダメージ与えつつ、火事場で火力を与えつつみたいな、そんな感じで倒す人なんか多かったですけれども、僕もやったことありますよ。まあバイステンプレでやったわけではないんだけど、ほっやめろ来る、あぶぶぶ、オーケーオーケーオーケー。いやでもゲリオス やりやすいね、戦いやすいね。さっきのあの光に関してはちょっと厳しいけど、あとこれがね避けにくいのはちょっとあるけど、それ以外はもう全然やりやすい、超やりやすい、多分速攻で終わると思いますよこれ。昔ねゲリオスをねこう神集めで回ってた時、僕爆撃ブレードよく使ってた、あの今思い出しましたね。あのガラティーン、そんな僕作ったの今年なんで、 で今年の頭に作ったんでね、全然そんな神集めしてた頃なんかはね持ってなかったですから、よいしょ、その時火属性の強い片手剣でこうね技巧武器系でね強い火属性の片手剣っていうとやっぱ爆撃ブレードだったんで、よく担いでやってましたね。まあ、でも爆撃ブレードね、もうなんかすぐねそのロービクトリアにねこう座を奪われたというか、やっぱ光属性で本当にローグとか強かったんで、びっくりした、今倒したのかと思ったわ違うよね、でも頭の破壊したんで、もうここで一気にダメージ与えて多分終わるんじゃないかなこれで。さすがにねゲリオス体力少ないんで、ただこの上がってくるところめちゃめちゃ、だい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 、めちゃめちゃね火力高いからって言おうとしたら、いってこのまま終わんねえかな、大丈夫かな、あーよかったよかった、あーどこ行く、いやちょっと回復しとこうか、あーやべえ、あ逃げてないわ、逃がしたの久しぶりと思ったけど逃げないわ、えそこ行くの、おいいね、ここで麻痺はクソでかいですよ、ありがとうありがとう。これも決まったんじゃないかな、さすがにな、5分いかずに倒したいな、ドスファンゴと同じぐらいで倒したい、今日結構あの時間やっぱかかってないけど、もう2回目それめんどくさい、いけんべいけんべいけんべ、いけるでしょ、いけるでしょ、ねねねねね、いけるよね、えダメ、これあれだね、あれなってんね、あれこれいけたっけ、閃光玉とかってこいつ無理だよね、あーしまった、超久々に逃がした、あ合ってた、どこ逃げるんだっけと思ったけど普通に合ってたわここね、いやーマジ5分行きたくない、5分だ行かずに倒したい、あー今行ったダメかー、いやー惜しかったなー、毒とかもいいいい、どうでもいいどうでもいい、もうボコスかボコスか殴っても決める、ここで決める、いや行け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 、頼む間に合ってくれ、あーこれあー頼む、あーダメだ、あーこっからさらに、あー
ほんでまあここから帰るとしたらここしかないですよ。さようなら。あ、やべ、寝るとこだった。ごめんなごめんな。アンリミテッドって捕獲できたっけ？できないよね。あ、わかんない。いや、全然わかんないけど。捕獲とかやってみようかな。ワールドの方ではもうガンガン捕獲とかしてるんだけど、こっちもだって捕獲できないからさ、ハードコアとかさ。そもそも天守罠効かないしさ。なんか、うん、捕獲しようって気にならないんだよな、全くな。これ決まる。ちょっと体力、それなりにあんのか、こいつ。あ、やべ、死ぬ。あぶね。今僕、死にかけたね。大丈夫でーす。あなたの聞きません。危ない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 。微妙に怖い。いいよ。そればっかやっててくれ。いいよ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 。いいよ、殴り放題殴り放題。てかこのさ、下の毒あるじゃない。これね、回避し放題なのよね。攻撃ため放題。これあったわ。そういうのあった。楽しいんだよな、これ。ってなわけで、ゲリオスお疲れ様でした。さあ、来ました。ドスガレオスですけど、もうぶっちゃけ言うとマジで、F でのこいつとの思い出ほぼないっすね。ほぼないね。てかどこいる？あれ、ここ、あ、こ、あいつか。お、あ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 、こいつか。あ、こいつだ。ちょっとね、本当にこいつとの思い出ないわ、全然。で、多分ね、この後出てくんだよ。そう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 。まあ、でも戦ったこと自体は全然あるんだけど、まあ、全然ね、記憶にないというか、ちょっと待って、何それ、危ないんじゃない、危ないんじゃないの、それ、やばいよね。お、なんか、あれだね、古流並みな行動というか、古流に憧れてブレス吐きましたみたいな、まあ、砂ですけどね、ふふみたいな攻撃だったね、今ね。おー、危ねえ、危ねえ。でも、こいつもね、若干、その、悪空間タックル味あったりするし、あと、これよな、この尻尾フリフリ。これなんか僕CS 版、まあ、セカンド G とかその辺とかでね戦った時は本当つれえなと思いながらね、回避とかもうまく決まらずね、大変な思いしてた思い出はありますけど、ちょっと油断ならねえなこれ。そうそう、これビタンビタンするしで下がるしで、若干固定攻撃は当てにくい敵だったりはするかなこれ。で、周りからガリオスも召喚してくるし、このガレオスの召喚がね、結構だるいのよね。ガレオス召喚して、で、ガレオスがこう、何、マッドショットみたいな打ってくる、あれはちょっとだるいね。あのマッドショットね、こう、意識外から飛んでくるから結構危ない。で、あ、今のも危ないね。それ180度以上の攻撃なんだ。なんか、あれだな、初めての発見が多いな、こいつ。本当に用事がなかったから。ガレオス装備とかって使ったことある人いんのかな？昔はね、それは昔はあるんだろうけど、G 級に上がってから使ったことある人いんのか。いってダメージでも結構あるね。頑張ってんじゃん、ドスガレオス。なんかすごいドスガレオスを下に見てて失礼な感じあるけど、痛い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 、マッドショットやばいって、マッドショットやばいって、危ねえ、殺されかけた。ドスガレオスとガレオスのコンボに殺されかけた。あ、痛い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 。方向それ食らうのね。なるほど。なんかさ、今のこのこれなんか稲神っぽくない？稲神とか、あとあれだ、なんだろう、なんか見たことあるんだよな、これな。なんか見たことある。もう本当に、あれ、あいつっぽいな、みたいな。なんかそんな攻撃。こういう尻尾ぐるんでやってくる攻撃、やってくるやついるよね、他にもね。本当に他のやつらを踏襲して、目悪いはずなんだけどな。見て研究とかできないと思ったんだけど、こいつなんか勉強してるっぽい。勉強ね、勉強家なんだろうな。何言ってんだろう。僕は何を言ってるんだ。よいしょ。うわ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 、びっくりした、びっくりした。なんかガレオスもめっちゃなんかいろいろ吹いてんじゃん、すげえ。てかガレオスの攻撃の方がかっこよくない？あ、でこれ危ない攻撃ね。バフュー。わ、お前それすごいかっこいいよ。僕さ、今こいつの足ばっか攻撃してるけど、足ほんと食らないね。足全然ダメじゃん。首の3倍効かないわ。うん、首が3倍効くんだ。でなるべく首狙った方がむしろこれダメージ通るなこれ。頭も全然食らわねえし。いてて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 。あとは背中とかなんだな。あ、だから川柳痕とかでやるとすげえいいのか。あ、でもそんなこともないのか。あ、痛っ、あ、やべえ、小部屋見てたら死んだ。しまった、やべえ、ドスガリオスに殺された。でもあれだね、こいつ攻撃の種類少ないね、そもそもね。うん、マジでめっちゃ少ない。ちょっと前にミルと戦ったんだけど、あいつはマジでめちゃめちゃいろいろな攻撃してきたからさ、それと比べるとマジで少ねえ。あ、これ逃げるよね、多分これ逃げてんだよな、きっとな。ヒゲ当てたいんだけど、まあちょ、逃げた先で使うか。
うわ、いた、なんで戻ってきてんのお前。なんか久々にさ、モンハンで何フィールド一周してきたわ。超久々。今までだってそんな、うわ、なんか F だとマジで何ヶ月ぶり、1年ぶりとか、なんかそんぐらいな気がする。こんな走り回ったの。普段だったらね、 NPC がみんな教えてくれるし。いや、まあでも、まああれだな、サービス終了前になんかいい体験がまたできた気がするわ。うん、久々に、うん、よかったと思います。それができただけでも君と戦った価値はあるかな。やばい、普通に強い。いや待って、なんか急に本気出してきたというか、なんなんだこいつ。全然死なないぞ。体力多い。まさか結構体力ある。うえい、久々に当てた。待って、今日一で時間かかってる。何これ、嘘でしょ。嘘だろ、ジョータロー。マジかよ。10分かかってんじゃん。このままだともっとかかる。ちょっと待って、その逃げ方やめて。非常にムカつくんで、その逃げ方やめてください。あー、お疲れー。うわ、強かったなお前。ごめん、なんかすごい失礼なことでいろいろ言ったけど、お前がナンバーワンだ。とりあえず今日の中では、とりあえず耐久力だとナンバーワン。いや、まあ確かにステージ一周ぐるっとしたりとかで時間食ったりはあったけど、いや、それにしたっても多分一番時間かかってるわ。あ、結構ドスガリオスきつかったな。まあ今後二度と戦うことはないと思いますんで、もういいんですけど。ってなわけで、今回はこんな感じでファルノックとヤンクック、アッシュとゲリオスとドスガリオスのアンリミテッドモード戦っていきました。時間としてはどんぐらいかかったのかな。ファルノックが8分台で、ヤンクック、アッシュも8分台、ゲリオスが6分台の、ドスガレオスはこれは10分台かな。まさかのドスガレオスに一番手こずるというね。まあ今後もこういう大番狂わせみたいなのは全然あるかなと思いますので、ガンガン勝っていこうと思います。ということで、今回はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。